防衛省正門防衛省、市ヶ谷庁舎。左から、A 棟、D 棟、E 一等地図防衛省、市ヶ谷地区、または防衛省、市ヶ谷庁舎は、東京都新宿区市ヶ谷本村町後の位置に所在する、防衛省施設。陸上自衛隊においては、市ヶ谷中屯地、海上自衛隊においては市ヶ谷地区、航空自衛隊においては市ヶ谷基地と呼称される。それぞれ、 一ヶ谷は、一ヶ谷と記述されることもあり、表記はまちまちである。防衛省本省のみならず、陸上、海上、航空の三幕僚幹部、そしてこれらをさらに滑る統合幕僚幹部も所在する、日本国防衛の中枢である。中東基司令は、陸上自衛隊中央業務支援隊長が、基地司令は、航空自衛隊航空中央業務隊司令が兼務。 庁舎 A 棟に自衛隊の指揮命令中枢である中央指揮所が設置されている。庁舎 B 棟から伸びる防衛省市ヶ谷無線鉄塔は建物部分を含め220メートルの高さがある。敷地内に弾道ミサイル攻撃対処用ペトリオット PAC-3 の展開基盤が整備されており、空自第一公社軍が文献隊を常駐させ対応している。 また、庁舎 A 棟の屋上に、ヘリポートとして、市ヶ谷城がいる着陸場が設置されており、ICAO 空港コード、j として登録されている。防衛省が実施している、市ヶ谷大ツアーに参加することで、一般人でも一部見学することができる。2016年8月に防衛研究所が、同年9月に、統合枠領学校国際平和協力センターが、 防衛省目黒地区からこの年新設された庁舎会棟に入居した。1907年当時、市ヶ谷大に位置する陸軍士官学校本部と正門。市ヶ谷大城とも称されていた通り陸士は大地に置かれ、この丘は現在の防衛省市ヶ谷地区にも残り陸士跡に立つ防衛省市ヶ谷庁舎も丘の上にある。手前の坂が当時の部窓用語における。 極楽坂と地獄坂。関東大震災理災により、陸士校舎群は次系の近代的なものに蓄次建て替えされている第二次世界大戦敗戦直後の一街屋台の陸軍省旧陸士本部、大行道等は戦後長らく陸士が使用していたが、防衛庁本庁、一街屋庁舎の新建設に伴い、解体。 移設を経て一部が復元され一ヶ谷記念館として、現在も残る、自衛隊第一校舎軍のペトリオット PAC-3、北朝鮮の弾道ミサイル対処のため展開基盤を常時展開するとともに運用部隊の一部が、入間基地、奈良市の分遁基地から分派させてきたが、平成28年度外産要求により、部隊常駐が決定。 2017年3月27日より上中。メモリアルゾーンメモリアルゾーンの殉職者慰霊碑に、喧嘩するアメリカ合衆国国防長官、ロバート・ゲイツ・イチガヤ記念館構成胸内には、ファミリーマート、セブン・イレブンやスターバックスなどがある。構成胸の2階には、託児施設が開設された正門は、24時間体制にて、民間警備員らが配置されている。さらに、 陸海空の三自衛隊の隊員は小銃を携帯した上で交代で警戒に当たっている。ありがとうございます。